皆さんこんにちは。本日はね、2023年の8月5日になるんですけど、今はちょっと公園に来てます。で、今回はね、日本がなぜ蒸し暑いのかってことと、なんで台風が来るのかってことをね、お話ししていきます。はい。で、今回は日本はなぜ蒸し暑いのかっていうことと、日本にはなぜ台風が来るのかっていうことをお話ししていきます。で、なぜこのようなことをお話ししようかと思ったのかですが、私自身が毎年日本の夏を蒸し暑いと感じていましたし、日本にいる外国人も口を揃えて日本の夏は暑いというので、その理由を皆さんとシェアしたかったっていうのがあります。もちろん、すでにご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、暑い暑いと思ってても、意外にその理由までは調べようと思わないと思うので、今回整理してお話ししようと思いました。で、日本の暑さの特徴として蒸し暑さがありますが、これが体感温度を上げている原因なんですよね。日本の梅雨から夏の蒸し暑さは温度も高いですが、湿度が高いので体感温度が高くなるので、場合によってはアフリカ人とかでも暑く感じるみたいです。なので多分ヨーロッパ人とかには耐え難い暑さだと思うんですよね。で、じゃあなんで日本はこんなに蒸し暑いのかっていうことなんですが、梅雨も蒸し暑いのも台風もすべて太平洋高気圧が原因になります。まず梅雨の原因ですが、毎年6月頃初夏の時期になると、日本の南東から暖かく湿った空気を持つ太平洋高気圧が日本に向かってきます。で、この太平洋高気圧は日本の南東の海上にあって、時計回りの風向きなので、海上の蒸し暑い空気を日本に流し込みます。一方で日本の北側には冷たい空気を持つオホーツク海高気圧があるので、南東からの太平洋高気圧と北側のオホーツク海高気圧がぶつかります。で、この2つの高気圧がぶつかるところに気温の差によって梅雨前線ができて雨をたくさん降らせます。これが梅雨になります。で、この梅雨の時期には日本列島はこの梅雨前線に覆われるので雨がたくさん降ります。また太平洋高気圧により暖かくて湿った空気が日本列島に流れ込むので蒸し暑くなります。で、夏に近づくにつれてこの太平洋高気圧が強くなるので、梅雨前線は北へ押し上げられて梅雨明けをして夏になります。このため梅雨の季節は毎年夏の前、6月から7月頃になります。で、余談ですが、北海道は梅雨がないって言われてますよね。これは夏に近づき太平洋高気圧が強くなり、梅雨前線が北海道近辺まで押し上げられるのは7月下旬頃になり、その頃には気温全体が上がっているので、気温差による梅雨前線自体が弱まっていることによります。で、梅雨が明けて夏になるとこの太平洋高気圧が日本列島を覆います。で、先ほども述べたように、この太平洋高気圧はもともと日本の南東の海上にあるので、暖かくて湿った空気を持っていますし、時計回りの風向きなので海上の蒸し暑い空気を日本に流し込みます。なのでこれに覆われた日本も蒸し暑くなります。で、余談ですが、ラニーニャ現象が起こると日本は猛暑になりやすいんですよね。ラニーニャ現象はペルー沖の海面水温が平年よりも低くなる現象です。ペルー沖からは東風が吹いていますが、東風が平常時よりも強くなり、西部のフィリピン付近に暖かい海水がより多く蓄積します。その結果上昇気流が発生し、それが下降気流となり、日本近海の太平洋高気圧を強めるので日本列島は高温多湿の猛暑になります。で、次に台風ですが、なんで夏の終わりから秋、8月から9月頃にかけて台風が発生するのかをお話ししていきます。台風は日本の南側、フィリピンや台湾あたりで発生するのですが、日本の南側には偏東風、東から西の風が吹いているので、日本の南東にある太平洋高気圧の縁に沿って北西に台風が進み、中緯度地域になると今度は偏西風、西から東の風を受けて北東に向かって台風が進みます。なので台風の進路は太平洋高気圧の縁に沿っているのですが、夏の間は太平洋高気圧が強く日本を覆っているので、台風は日本に上陸しにくいんですよね。ただ夏の終わりから秋、8月から9月頃になると太平洋高気圧が次第に弱まって日本を覆わなくなるので
台風は日本に上陸しやすくなります。これが台風が夏の終わりから秋、8月から9月頃になると日本に上陸しやすくなる原因になります。なので極端な話、日本の梅雨も日本の夏が蒸し暑いのも日本に台風が来るのも全て太平洋高気圧が原因になります。なのでだいたい6月ぐらいから10月上旬ぐらいまでは日本は蒸し暑かったり台風があるので気候的にはあまり恵まれてないんですよね。で、少し話はそれますが、日本はいろんな意味で地理的にはあまり恵まれてないんですよね。北朝鮮や中国やロシアとも近いですし、活火山や活断層も多いですし、蒸し暑いですし、台風も多いですからね。ということで、日本が気候的に恵まれている時期は、秋から冬にかけての10月中旬から12月ぐらいの時期と、寒いのが好きであれば、冬の12月から2月ぐらいの時期と、春の3月から4月ぐらいの時期ですよね。で、紅葉が好きであれば、10月下旬から12月ぐらいや、お花見が好きであれば、3月中旬から5月上旬ぐらいがベストシーズンになります。あと、日本の冬はスキーとか温泉がいいですよね。で、これ以外の季節は雨や台風が多かったり、蒸し暑かったりするので、あまりおすすめはできません。以上になります。この動画が少しでもためになった、面白かったと思った方は、いいねやチャンネル登録をお願いします。